しくじり日本史。俺みたいになるなぁ。しくじり、しくじり。このチャンネルでは、日本の歴史上で起こった様々なしくじりにスポットライトを当てて、しくじってしまった理由、しくじりを回避する方法、学ぶべき教訓について考察していくぜ。今回はどんなしくじりを見せてくれるのかしら？今回のテーマは、古代日本最大の権力者、蘇我氏滅亡一氏の変に至るまでの経緯だぁ。今は大化の改新とは呼びません。それじゃあ早速解説スタートだぜ。そもそも蘇我氏ってどんな一族なの？蘇我氏は、古墳時代から飛鳥時代にかけて代々大臣を輩出し、権勢を誇っていた有力豪族だ。祖先は古事記や日本書紀で神宮皇后の三冠征伐などで活躍した、竹内の宿根とされているぜ。竹内の宿根って、どんな人なの？竹内の宿根は、第八代光源天皇の孫にあたる人物で、360歳まで生きて五代の天皇に仕えたと言われる忠臣だ。360歳？そんな人、本当にいたのかしら？いや、どう考えても現実的じゃないだろ。それでなくとも、当時は現代より平均寿命が短いわけだし、だから竹内の宿根は、伝説上の人物という見方が有力だ。まあ、天皇家や同じ時代の有力豪族の物述べ師などは、神様が祖先とされているから、当時は、ご先祖様がそういうファンタジーな存在でも、普通に受け入れられていたんだろうな。自分の好きなヒーローをご先祖に設定できたらいいわよね。ただ、蘇我氏の具体的な活動が記述されているのは、竹内の宿根の五代後の子孫の蘇我の稲目からだ。年代でいうと6世紀中頃だが、その前の蘇我氏については、実は今でもよくわかっていない。古い時代だものね。稲目の代になると、過去に大宮天皇の妻を輩出していた。葛城氏や蛇氏などはすでに権勢を失っていた。蘇我氏はそれに取って代わるように台頭し、大村氏の大友氏と物述べ氏に並ぶ三大勢力の一角となった。やがて大友氏が失脚して、物述べ氏との二大勢力になる。一歩ずつ階段を上るように権力を握っていく感じがするわね。稲目は、二人の娘を欽明天皇の妻にすることで、天皇家の外戚としても権力を握っていったぜ。この時代から、娘を天皇の妻にするのは、権力を握るための定番の手段なのね。稲目の死後は、その権力は息子の馬子に引き継がれた。この馬子の代に、蘇我氏の権力を決定づける出来事が起きる。何があったの？実は、先代の稲目の頃から、蘇我氏は仏教の受け入れをめぐって物述べ氏と対立していたんだ。仏教受容派の蘇我氏 vs 日本古来の神道派の物述べ氏、という対立だ。この争いも馬子の代に引き継がれた。この対立は次第に激化して、ついには天皇やその兄弟の暗殺、さらには武力抗争へと発展する。宗教で暗殺とか武力抗争って、そこまでしなくてもいいじゃない。宗教をめぐって戦争になることは、海外も含め、歴史上何度も起きている、珍しいことじゃないんだ。どんなきっかけで武力抗争にまでなったのかしら？585年、蘇我氏が推す陽明天皇が即位した。これに不満だったのが、陽明天皇の異母兄弟の穴穂部の巫子だ。やがて穴穂部の巫子は、蘇我氏と対立する物述べ氏の守屋と手を結ぶようになる。お互い、敵の敵は味方ってわけね。587年、陽明天皇が病気で崩御。この時、物述べ守屋は穴穂部の巫子を次の皇位につけようとしたんだ。ところが、587年6月、穴穂部の巫子は馬子によって命を奪われてしまう。ちなみに、この暗殺には、後に日本初の女性天皇になる水戸天皇当時は加敷や姫も関わっていたらしいぜ。ちょっと水戸天皇のイメージ変わっちゃうわね。水戸天皇の母は、稲目の娘、つまり馬子の姉だった。馬子とは叔父と姪の関係だったのさ。ちなみに、穴穂部の巫子の母も稲目の娘で、馬子の妹だったんだ。じゃあ、水戸天皇も穴穂部の巫子も、馬子の身内ってこと？どちらの母も稲目の娘で馬子の姉妹だが、理由はわかっていないが、なぜか妹側の子供たちは不遇なんだよな。身内だからこそ、恨みも深くなりそうね。穴穂部の巫子の死から間もない587年7月、馬子は他の王子や軍神と共謀し、軍を率いて守屋の館を襲撃した。守屋はこれを迎え撃った。物述べ氏は、軍事に長けていたこともあってかなり抵抗したが、最後は守屋が撃たれて、物述べ氏は滅亡したんだ。この抗争は定義の乱と呼ばれているぜ。馬子にとっては最後の邪魔者が消えたってことね。定義の乱は、仏教の受け入れをめぐる争いと言われることが多いが、根本にあったのは、皇位継承をめぐる蘇我氏と物述べ氏の権力争いだったんだ。ともかく、これで蘇我氏に対抗する者はいなくなり、絶対的な権力を握ることになる。後の時代の藤原氏とか平氏みたいな権力者の元祖って感じね。ところが、天皇をしのぐほどの権力を持っていたにもかかわらず、
馬子の孫の代にあっという間に滅びてしまう。なぜ蘇我氏の天下は長続きしなかったのか。滅亡のきっかけになった一氏の変までのしくじりポイントを見ていくとするぜ。定備の乱の後、アナホベノミコと同じ母から生まれた初瀬部ノミコが即位して不春天皇になる。あら？妹さん側の子供でも天皇になった人がいたのね。ところが、政治の実権は馬子が握っていたんだ。不春天皇が即位したのは、馬子の後押しがあったからだからな。この時、不春天皇は35歳。大人で政治も行える年齢だ。後の時代の子供の天皇とは、そこがまず違っている。馬子の権勢は天皇をしのぐ勢いで、そのために独断的だった。天皇にもかかわらず、すべて馬子に決められてしまう。不春天皇に不満が溜まっていくのは当然だった。不穏な感じがしてきたわね。不春天皇は、馬子の排除を考えるようになる。これを知った馬子は、刺客を送って不春天皇の命を奪った。不春天皇が、献上されたイノシシを見て、このイノシシの首を切るように、憎い者の首を切りたいものだ。といったことが、馬子に強い警戒心を抱かせた。という有名なエピソードがあるな。何気なく言った言葉だったのかもしれないけれど、人前で言っちゃったのは失敗だったわね。不春天皇は、神話の時代から現代までの天皇の中で、唯一の臣下に殺害された天皇なんだ。ちなみに、この時の刺客も馬子に消されているぜ。え？馬子的には大仕事をやってくれた忠実な家来じゃない？不春天皇を暗殺した後、天皇の妻になっていた馬子の娘を奪って自分の妻にしていたことがバレて、馬子の怒りを買った、と言われている。ただ実際は、天皇暗殺の黒幕が馬子であることを、隠蔽するための口封じだったとも言われているぜ。口封じ説の方が信憑性が高い感じがするのが怖いわ。もしかしたら馬子の娘との密通の方は、口封じするための口実に利用されたのかもしれないな。多分、不春天皇暗殺の黒幕が馬子だということは、誰もが分かっていたんじゃないかと思うぜ。だけど、馬子は何の処罰もされていないし、誰も表立って馬子を咎めたりしていない。それだけ馬子の権力が強かったってことね。それどころか天皇が殺害されるという異常事態が起きたにもかかわらず、朝廷は不自然なくらい平静だった。確かに、変よね。とにかく、不自然な点をたくさん残しながらも、歴史上唯一の天皇暗殺事件は幕引きとなった。不春天皇の暗殺が一氏の変の直接の原因になったわけじゃない。だが、蘇我氏が戦王を強めていくきっかけになったことは事実だし。そのせいで一氏の変が起きた。蘇我氏の全盛期の始まりは、また滅亡への第一歩になったとも言えると思うぜ。天皇の命を奪えるほどの力を持っていた馬子だが、自分が天皇になることは考えていなかった。やっぱり皇室って別格な一族って感じがするし、さすがにその一線は越えられないわよね。海外だったら、先代の王を殺して自分が王になる、なんてことは珍しくない。皇室の地を特別なものと考えて、決して取って代わろうとしないのは、日本独特の感覚かもしれないな。だからこそ、ギネスに乗るくらい長く続いているのね。だが、そうやって地にこだわっているからこそ、時として後継者がいないなんて事態になることがある。今もそんな感じよね。不春天皇が亡くなった後も、次の天皇の適任者がいなかったんだ。男子の皇族、誰もいなかったの？天皇の息子や天皇の兄弟なら、もちろんいたぜ。だが、蘇我氏的に都合のいい人がいなかったんだ。皇位と権力がセットになっているところが、今と違うところよね。そこで馬子が天皇に推したのが、さっきちょっと出てきた樫木や姫、つまり推古天皇だ。日本初の女性天皇だぜ。日本初の女性天皇を誕生させてしまうあたりも、馬子の権力の強さがわかるわね。もともとは、推古天皇としては、息子の武田王子を天皇にしたかったらしい。だが、武田王子は推古天皇が即位する前後あたりで、亡くなってしまった。まだ若かったでしょうに、残念ね。さっきも話したが、推古天皇の母は馬子の姉。つまり推古天皇と馬子は姪と叔父の関係だ。いわば身内だった。この推古天皇の時代に、摂政として政治をサポートしていたのが馬屋殿巫女、つまり聖徳太子だ。昔の一万円札の人？推古天皇は聡明な女性で、馬子に権力が集中することを危険視していたんだ。でもその一方で、馬子の協力なしでは国を治められないこともわかっていた。だから、馬子を上手に牽制して、勢力のバランスを保ちながら、天皇中心の中央集権国家を目指そうと考えた。そのために、馬屋殿巫女を摂政にして、馬子との二党政治体制にしたと言われているぜ。推古天皇、すごいわ。馬屋殿巫女の超人的な優秀さや伝説は有名だから、ここでは割愛するが、血筋の面でも、父が陽明天皇、
母は欽明天皇の皇女で、なおかつ蘇我氏の血も引いている、申し分ない人だった。推古天皇が信頼するのもわかるわね。そうして約30年近い間、推古天皇の下で二人の権力者がバランスを取りながら政治を行っていたんだ。ところが622年、馬屋殿巫子が亡くなる。二党体制の片方が消えて、馬子を抑えられる者がいなくなった。この頃から、蘇我氏一族の専横が甚だしくなっていったぜ。誰か、馬屋殿巫子に代われる人、いなかったのかしら？能力的にも血筋的にも、あれだけの人の代わりなんてすぐに見つからないだろ。ただ、馬屋殿巫子の死から4年後には馬子も死去する。蘇我氏の権力は、馬子の息子の蘇我の恵美氏に引き継がれた。そして馬子の死の2年後の628年には、推古天皇が後継者を決めないまま崩御する。推古天皇までいなくなったら、本当に蘇我氏一強になっちゃうじゃない？まあ、不春天皇を暗殺した頃から、十分な戦王っぷりだったがな。この頃から暴走気味になっていくぜ。運命は、一死の変に向かって突き進んでいくのね。推古天皇が後継者を指名せずに崩御したことで、また皇位をめぐって揉め事が起きた。皇位って、どの時代でも揉め事のもとよね。有力な皇位継承権者には田村王子と山城の上の王がいた。山城の上の王は聖徳太子の子だぜ。田村王子を推していた恵美氏は、山城の上の王を推す勢力を滅ぼした。そして629年、田村王子が即位する。著名天皇だ。蘇我氏の権勢はますます強くなったぜ。山城の上の王の心中は穏やかじゃなかったでしょうね。この頃になると、豪族たちは宮中じゃなく蘇我家に出資するようになっていった。さすがにこれじゃまずいと、豪族たちが宮中に出資するよう決め事を提案した人もいたが、恵美氏に却下された。悲しいわ。641年、著名天皇が崩御。当時の皇位継承は単純な世襲制度ではなく、皇族から天皇にふさわしい人が選ばれた。山城の上の王としては今度こそ天皇になれる、って思ったでしょうね。ところが、皇位に就いたのは、著名天皇の皇后だった宝の姫巫子だった。皇翼天皇だ。しかも恵美氏は、次の天皇には、恵美氏の姉妹を母に持つ古人の上の巫子を考えていた。皇翼天皇は、それまでの中継ぎの天皇だったんだ。だが翌年の643年、恵美氏は健康問題を理由に、息子の蘇我のいるかに近江の位を譲った。着々と権力が受け継がれているわね。その翌年の644年、恵美氏とイルカが甘粕農家に邸宅を並べ立てて、上の宮門、谷の宮門と称し、イルカの子供を王子と呼ばせたとされている。うわ、ものすごい調子乗ってる感。まあ、以前は、恵美氏、イルカ親子の戦王ぶりを表すエピソードとして語られていたんだが、近年の研究では、これらの呼び名は日本書紀の文飾で、戦王を示すものではない、と言われているがな。なんだ。でも、そういうエピソードが作られるくらい、蘇我氏の権力が大きかったってことね。話を1年戻して、643年、父から近江の位を譲り受けたイルカは、古人の上の巫女を皇位につけるために、約100人の軍勢を差し向けて、邪魔な存在であった山城の上の王の自宅を武力攻撃する。家に軍隊が押し寄せてくるとか、怖すぎる。自宅とか家とか言っても、宮殿だぞ。当然、山城の上の王一家を守るための兵士もいる。山城の上の王側は、十数人の家来が必死で応戦したが、持ちこたえられずに一家と数人の家臣を連れて逃亡する。こういう逃亡って、大体いい結果にならないのよね。家臣の一人は、東国に逃れて、そこで再起を図ることを提案するが、山城の上の王は拒否したそうだぜ。え？どうして？自分が逃げたら、民に苦しみを与えることになる、という理由だったそうだ。結局、山城の上の王一家は、イカルガ寺に入り、そこで一族もろとも自害し、滅亡した。不春天皇暗殺の時以上に、暗い気持ちになるわ。意外に思うかもしれないが、イルカが山城の上の王一家を死なせたことを知った恵美氏は激怒したそうだぜ。本当に意外ね。どうしてかしら？傲慢で怖いもの知らずのイルカに対し、恵美氏は慎重派で派手な行動は好まず、バランスを大事にした人だったんだ。だからイルカみたいな強引すぎるやり方は、人々の反感を招き、蘇我氏の危機につながると分かっていたんだろうな。それに聖徳太子の一族という肩書きは、当時はかなりのブランドだっただろうから、その一族を滅亡させたりしたら、大きな反感を買うことになると予想していたと思うぜ。事実、この事件をきっかけに反蘇我氏の機運が高まり、一死の変に向かっていくことになるんだからな。いくら権力があるからって、やりすぎたわね。
父の恵美氏には怒られたが、山城の上の王一族の滅亡後も、相変わらずイルカは牽制を振るっていた。だが、水面下では打倒蘇我の計画が動き始めていたぜ。まず、除名天皇と光翼天皇の間に生まれた、中の上の王子と中富の鎌足が接近する。その後、蘇我一族の蘇我の倉山田の石川麻呂同士に引き入れた。同じ一族なのに、どうして裏切ったのかしら？石川麻呂は、同じ蘇我一族にもかかわらず、恵美氏、イルカ氏だけが権力を独占していることを、よく思っていなかったと言われているぜ。同族だからこそ、納得できないこともあるのね。計画は密かに進められ、他にも、数名の同志を引き入れていった。そして645年6月12日、現代の暦だと7月10日、ついに計画は決行されたんだ。来たー。この日、朝廷では白木、百済、高句麗からの使者が朝貢する三国の朝の儀式が行われることになっていた。近江のイルカも必ず出席するし、儀式にかこつけてイルカの刀を外させて丸腰にしやすい。暗殺の実行部隊は、それぞれが武器を手にして物陰に身を隠した。うわぁ、ドキドキする。石川麻呂が上評文を読み上げて、その途中で暗殺役がイルカを襲うことになっていたが、いざ、その場になると、おじけづいてしまって、なかなか現れなかった。まあ、無理もないわよ。上評文を読んでいる石川麻呂も動揺し始める。痺れを切らした中の上の王子は、自ら飛び出しイルカを切りつけた。続いて仲間たちも飛び出して、次々と切りつけた。イルカは、倒れ込みながら光翼天皇に向かって、私に何の罪があるのか、お裁きくださいと言ったそうだ。いや、罪ならあるでしょ。山城の上の王一族のこととか。これに中の上の王子は、イルカは皇族を滅ぼして、皇位を奪おうとしましたと答えた。光翼天皇は無言のまま殿中へ退いたと言われている。だが、ヒーロー感たっぷりの中の上の王子のこの言葉は、残念ながら後世の創作の可能性が高いらしいぜ。言われてみれば、確かにドラマチックすぎるというか、中の上の王子がかっこよく書かれすぎる感じよね。イルカの遺体は、庭に投げ出され、障子で覆われて隠されたそうだ。この蘇我のイルカ暗殺事件のことを一死の変と呼ぶぜ。以前は大化の改新って呼ばれてたわよね。大化の改新というのは、一死の変から始まる。一連の政治制度の改革全体のことを言う。大化の改新の始まりになったのが、一死の変というわけだ。なるほど。理解したわ。自分を次の天皇に推していたイルカが暗殺されたことで、古人の上野巫女は自宅へ逃げ帰った。中の上野王子は直ちに方向寺へ入り戦備を固め、皇族たちや豪族たちの大多数がこれに従った。蘇我氏側の方でも、中の上野王子側に寝返る者が相次ぎ、蘇我家の群衆は皆散り散りになってしまった。表だって蘇我氏に反抗はできなかったけれど、みんな、心の中ではこの時を待ってたんでしょうね。翌日の6月13日、恵美氏は館に火を放ち、貴重な書物や宝物を焼いて、自ら命を絶った。こうして、半世紀以上にわたって、天皇をもしのぐほどの強大な権勢を誇った蘇我本草家は滅亡した。あれだけの権力を持っていたのに、一死の変の後はあっけなかったわね。ちなみに、蘇我本草家は滅亡したが、蘇我氏全体が滅んだわけじゃない。一死の変に加わっていた蘇我の倉山田の石川麻呂をはじめとする、宗家以外の蘇我氏はその後も続いていたぜ。同じ蘇我氏でも、立場はそれぞれ違っていたのね。一死の変を回避できる道はなかったのかしら？山城の上の王一族を死に追いやっていなければ、運命は違っていたかもしれないな。だがイルカにとって、山城の上の王は、滅ぼさないと安心できないほど脅威の存在だったんだろうと思うんだ。さっきも話したが聖徳太子の子息という肩書きは、当時はかなりのブランドだっただろうからな。今でも、有名人の身内って聞くとすごいって思っちゃうことあるものね。そして、そんな一族だからこそ、彼らを滅ぼしたイルカに対する人々の強い反感を買ってしまったと思うぜ。強大な権力を持っていたイルカを止めることができたのは、おそらく父の恵美氏だけだったと思う。だが、恵美氏の反応からすると、事件を知ったのは、すべてが終わった後だったんじゃないかと思うぜ。確かに、激怒するくらいなんだから、襲撃計画を知ったらその時点で止めるわよね。帝尉の乱も、不春天皇の暗殺も、聖徳太子の死も、確かに蘇我氏が絶大な権力を握るきっかけになった。そしてそれらは同時に、蘇我本草家滅亡へのきっかけにもなっていった。だが、最後の一押しをしてしまったのは、やはり山城の上の王一族の件だった。せめて最後の一押しがなければよかったのに。まあ、イルカの強引な性格や戦王ぶりからすると、一死の変が起きていなくても、いつかは不満を募らせた者たちに命を奪われるか、よくても失脚の後、遠くに流罪にされるか、という結末になっていたかもしれないがな。
こぼれるもの久しからずっていうものね。権力を傘に着て、やりたい放題するものの天下が長く続いた試しはない。権力があるからこそ、おごらずに、人々への気配りを忘れずにいるべきだった。もしかしたら、滅亡につながったどの出来事よりも、そういう気持ちこそが大事だったのかもしれないな。その気持ちがあれば、ほとんどの事件は回避できたと思うし、滅亡することもなかったと思うぜ。さて、蘇我氏の滅亡に関するしくじりから学ぶことはあったか？そうね。やっぱりどんな時でも威張っちゃダメなんだな、と思ったわ。そうだな。威張るという行動は、それだけで悪い印象を与えてしまうし、人の心も離れてしまう。権力を持つ立場だからこそ、むしろ威張っちゃいけないよな。蘇我氏がやってたことって、壮大なパワハラだと思うのよ。確かに、強大な権力で強引に従わせていた側面はあるだろうな。今だったら、しかるべきところに訴えたり、マスコミにリークしたり、対抗手段もあるけれどね。一子の変の後、ほとんどの皇族や豪族たちが、中の上の王子側についたあたりからも、蘇我氏への不満や反感が溜まっていたのがわかるわね。政治なんて、たくさんの人の協力がなければできることじゃない。それにもかかわらず、人の気持ちをないがしろにしたり、邪魔だからと命を奪うのは、逆に自分の首を絞めるようなものだ。考えてみたら当たり前のことなんだけど、忘れがちよね。まあ、イルカの場合は、生まれた時にはすでに蘇我氏は権力の頂点にいたわけで、蘇我家の御曹司として、周りからチヤホヤされて育っただろうことは、想像に難くない。それに当時は、夫婦は別々に暮らすのが普通で、日常的に父親が不在なことも珍しくなかったから、恵美氏がイルカのことをどこまで教育できていたのかは、疑問だがな。貴族としての教養は教わってきたんでしょうけど、人間性の教育はできていなかったのかしらね。知識や教養はとても大切だが、それ以上に人として基本的なことをしっかり教えないといけないと思うぜ。じゃないと、大人になった時に周りとうまくやれなくて、辛い思いをするのは、子供本人だからな。イルカの場合は蘇我氏の強大な権力があったから、そういう人間でもみんなチヤホヤしてくれただろうが、私たち一般人の場合は、嫌われて、のけ者にされるのがオチだからな。子供のためを思えばこそ、時にはビシッと叱ったり、コンコンと諭したりすることも必要ね。そういうことだな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。